那覇29000系客車は、北海道旅客鉄道に所属していた客車である。2000年から2003年にかけて、貨車からの改造により三両が製作された。那覇29000型を組み込んだ、バーベキュー列車那覇29003を中間に蘇生した、フラの BA の6コ号 JR 北海道が、道内各地で運行する、トロッコ列車の6コ号の編成増強。 道内各地でのイベント列車への充当のため、座席にバーベキュー用の調理設備を設けたバーベキューカーとして企画され、2000年と2001年に各一両が製作された。2003年には、フラノ線のトロッコ列車、フラノ、ビエの6個号増結用として、調理設備を持たない、那覇2万9003が製作された。いずれも道内で、 カートレインに使用されていた高速有害車脇1万、型からの改造車である。形式番号の2万9000は、バーベキューの取材料である肉にかけた語呂合わせで、日本国有鉄道時代に制定された、車両称号規定にのっとったものではない。新旧番号対象及び改造所年月日は次の通りである。 那覇29001那覇29002那覇29003那覇29003。車内車体は、貨車時代の側面構造をすべて撤去し、ノロッコ合用の車両に準じた形状の、ポリカーボネート製簡易窓を取り付けている。つまは、プレス加工鋼板の部材を撤去し、旅客車用の貫通路と窓を設けている。なは29002では50景客車と同様の1メートル幅の、 型開き、式客用扉を設けた。台車は、種車のものが流用されている。車内は、電気式ホットプレート付けのテーブルを挟んだ4人がけのボックスシートを設ける。座席やテーブルは、何年製の木材が用いられている。当初は、炭火の使用も検討されたが、防火場の検知から、電気式のホットプレートとされた。この他、 冷蔵ショーケースや手洗い設備のほか、電源装置や非常口も設けられた。各種設備の配置は那覇29001と那覇29002で異なり、外観には大きな差異がある。車体にはバーベキューカーのロゴと食材や調理器具をあしらったパターンが描かれている。調理器具の衣装はそのまま車体に貼り付けられている。那覇29003では調理設備を設けず、 車両中央部に、機器室と荷物室が設けられた以外はすべて客室と、され、客用扉も設けられていない。テーブル付けの4人掛けボックスシートを 1600mm 間隔で、片側7組、合計14組設置し、定員は56名で、側窓は、引き違い式とされた。屋根には、室温上昇を防ぐ、耐熱塗料を塗布する。 バーベキュー時那覇29001、那覇29002は、釧路運輸車両所に、那覇29003は、旭川運転所に配置された。那覇29001が2000年に、リカチパノラマの6個号としてデビュー。北海道名物のジンギスカン鍋をはじめ、列車でバーベキューを楽しむことのできる車両として、客車の6個編成の中間に並結されるほか、 機動車と並結可能な構造を生かし、キハ40型やキハ141系との並結で運行された。那覇29003はトロッコ列車、フラのビエの6個号の編成車両として、フラの線を主として使用されていた。また、多客機には那覇29002が増結車両として編成に加わることがあった。種車の製造から、 およそ半世紀が経過して老朽化が顕著になったことからトップナンバーの那覇29001は2015年3月31日付で廃車となった。また、那覇29003も2015年度後期に廃車され、最後まで残存した那覇29002も2018年3月31日付で廃車された。過去にバーベキューカーが連結されて運転されたことがある。 主な列車を挙げる。ありがとうございます。